好きな皆さん、こんにちは。いよいよ開催されますビジネスフォローキャンプです。これは映像でも中継されないですし、現地に参加されていただいた方だけにですね、僕と雨宮でですね、ご参加される皆様のビジネスをより進化させていくためのサポートだったりとか、コンサルティングっていうのをさせていただく、まあSQ 限定の、さらにライブに参加している限定の、唯一無二の合宿になります。先日開催されたビジネスキャンプですね、このブランドを作っていく、ブランドを進化させていくっていうですね、要は、まあ、ありきたりな言葉で言うと、お客様を集めるのではなくて、お客様が集まる恥ずかしいですね、要は売るのではなく売れる、恥ずかしいですね、ですけれども、ブランドっていうのは何かといえば吸引力です。自分からお客様を追いかけに行くのではなく、自分から人材を追いかけに行くのではなく、ブランドがあればお客様が見つけてくれる、お客様から欲しいって言ってもらえる、働きたいってスタッフの人から来てくれるっていう、その吸引力を手に入れるのがビジネス合宿でお届けしたブランドでした。でも、まあ、そのセミナーの中だけでは、自分自身のことに落とし込めなかったりとか、どうやって自分の場合は考えたらいいんだろうっていうのが、なかなかイメージが湧かない方もいると思います。ぜひただ知識で終わっていただくのではなくて、このフォローキャンプでですね、ぜひ完成してみていただけたらなと思います。去年開催してたくさんの実績だったりとか、まあ、すごく実践できた方は高い評価を出ました。でも、まあ、去年参加したけどなんかこううまく使えなかったという方は、ぜひ今回のフォローキャンプも見逃さないでください。今回のフォローキャンプですね、いくらこのブランドを考えなきゃとかビジネスを考えなきゃと言ったとしても、日常の中じゃそんな時間取れないですから、2日間真剣に自分のビジネスを進化させることについて、まあ、僕と雨宮がまたサポートしながら考えていくっていうのが今回のフォローキャンプであります。映像中継もされないので、ぜひ、まあ、この性質上、あの講義っていうよりも講義もお届けしますけど、この一緒に作っていくっていうことを大切にしているキャンプになっていきますので、ぜひぜひぜひお見逃しなく。またこのフォローキャンプに参加していただいた方だけにはなるんですけども、まあ、僕と雨宮が、まあ、その直接あなたの商品のコンセプトを作りますっていう、このさらなるサービスもですね、そこではお伝えしていこうと思っておりますので、まあ、ぜひ、ご自身でできる方はどんどんご自身でやっていただきながらですね、いや自分でやってるとどうしても同じことの繰り返しになってしまうというのであれば、もうあっという間にいつか考えよう、いつかやろう、いつかちゃんとやろうって言ってると、あっという間に冬になりますから、もう冬になってくるともう手遅れですので、もうぜひこの夏になる時にですね、ぜひ2022年の後半をご自身が進化させていくために、この合宿お見逃しなく。すいません、1分ぐらいで終わらせるつもりだったんですけども、つい長くなってしまいました。ぜひご質問とか、知りたいこととかありましたら、お気軽に、まあ、僕自身でも、あの SQ の LINE だったとしても、雨宮だったとしても何でも構いませんので、お気軽にご質問いただけたらなと思います。店員だけが限られてます。僕らがフォローできる人数に限りがあるので、店員だけが限られております。先着順になっておりますので、こちらの、あのリンクの方からですね、お申し込みページの方からお申し込みください。それではお会いできることを楽しみにしております。ではまた。